村田カメラ。先祖カメラです。やっぱり特別ですか。まあそうですね、いっぱい経験したのここですからね。まずプロ野球最初に経験させてもらったのもうだから147本塁打いっぱい打ちましたね。場外も結構あったですか。場外でも 2,3 本じゃないかな。あ、意外と、うん、まあ、いつも言ってますもんね、 150m だって 100m とかする。 100m でいいですよ。あのフェンスギリギリでいいですから。あれなかったからね。ああそうだね。ファンに優しいホームランは何本ぐらい打ったんですか。そういう147本中どんぐらい打ったんでしょうね。そこ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 打ってるはずですけど、若い頃は多分でもドーンっていってたと思う。打ちになってから優しく。特徴あるんですか、なんか球場で。風は基本でもこっち側にやっぱ吹いてますね。晴れの日は中間方向に吹いてるんで、その方向に向かっていつも右方向に。ちょうどあそこに崎陽軒のシュウマイがあるんですよ。あ、はいはい、ありますね。崎陽軒のシュウマイ、あの崎陽軒のシュウマイ狙って打つといい感じに打てる。はあ、なるほど。いつもなんかシュウマイに打てっていうシュウマイおいちゃんがいたんでファンでこっち方向、そっち方向にこうイメージして打って引っかかってパコーンとこっちに行くイメージ。だから基本はこっちです。ああ。他なんか思い出ありますか、ホームラン以外で。ジャイアンツ戦でフライ1回落として、はい、その1回きりなんですけど、フライ落としたの。ここで、はい、安倍さんのフライ落としちゃって。サードですよね。サードで、こうやって行って、片手でポコってやったら落ちちゃって、そこからフライはしっかり両手で顔の前で取るようになりました。両手で。基本に忠実。でも打者がやっぱよく育つチームだから、うん、そういうところで、うちのバッターもね、バッティング覚えてもらったらいいですよ、ね、応援歌の後継者もしっかりと牧君頑張ってるから楽しみです。楽しみですね。うちの選手でここ楽しみな選手はやっぱり山口選手は。そうですね、山口なんか右方向にホームラン打ってほしいですね。ですよね。3連戦でちょっとね、名古屋でこっち側にヒット出てるから。ああそうだね、いい感じで、うん、楽しみですね。おはようございます。はい、頑張って、僕、中世頑張らなきゃいけない。男、村田追っかけてるカメラです。男、村田追っかけてるんですか。はい、ちょっと、村田コーチのなんか。男についていった男ですか。ああ、なるほど。男の前を、男に任せるっつって、あとやってた。いいよな、こんないっぱい入ってないすごいっすよ、羨ましい。ああ昔じゃなかったありがとうございます。ちゃんとビーティングバッテリーありがとうございます。まだね、うちラスト3つ行こうぜ。よいしょ。